ハゲちゃん。はい、来ましたね。みんなどうですか、ハゲちゃん。おー、いいね。聞こえてきた、聞こえてきた。なるほど、なるほど。なるほどね。なら、まあ、いい話をしていきましょうよ、今日も。本日のテーマ、はい、中日ドラゴンズの時に、はい、ちょっとでもちょろっと聞いたんですけど、うん、お立ち台に小田さんが立った時に、ちょろっとはじゃないでしょ。言ったし、自分ちょろっと聞いたんですけど、いや、自分やってるじゃないですか、最後に。まあやってるんですけど、まあ、それは一応置いといて、また話すんです、それは。で、はい、私のセリフがやりましたってあるじゃないですか。私たちも最後締めの言葉で、はい、また失敗したりしてるんですけど、使ってるじゃないですか、はいはいはい、あれの、はい、やっぱり誕生秘話っていうのをちょっと気になるなと思って、うん、まあ誕生秘話っていうか、まあ、言ったんですけど、僕がお立ち台にね、一番最初にお立ち台に上がった時に、中日の皆さんに活躍しましたよ、やっと活躍しましたよ、皆さん本当にやりましたよ、自分の中でもやっとやったなっていう、いろんな意味を含めて、なんか知らないですけど、こう話をしてて、インタビューされてた時にやりましたって言っちゃったんですよ。あれですか、やってやりましたって満足感を得てわーって言ったってことですか。いや、だからそれもそうだし、だから今言ったようにスタンドのみんなにもうとりあえず今まで入ってきたけど、僕が活躍してみんな喜んでもらったことがなかったので、やっと皆さんやりましたよみたいなって言えたってことですね。で、そうそうそう、伝えたっていうこと、それを全部含めてやりましたっていうことがなんかこう出てきたんですよね。なんかじゃあいい言葉ですね。そうですね。それは何年目くらいにこう、何年目くらいだったろう、2年目か3年目くらいじゃなかったかな、9年間いたうちの3年目くらいだったかな。で、やりましたって言って、で、それが弁当となりタオルとなりキーホルダーとなり、なんかそういうね、いっぱいなことになって、もう小田が例えば上がることがあったら、なんかやりました言ってくれるんじゃないかなって言って、みんな聞いてくれたのがあれです。そういうグッズとかお弁当とかこう出て、またさらに小田さんのことみんな知ってもらったっていう。そうです、そうだし、なんか知らないですけど、小田さんとかって言われてたのに、やりましたって言われるようになったんですよね。言われるようになったんですか。いや、名前言われ、例えばさきちゃんとかじゃなしに、やりました、 あ、やりましたって、あ、そういうことか。で、なんかこの僕の目の前に来て、全然知らないとか、やりましたって言ってどっか行っちゃうみたいな、そういう毎日が あったんですよね。だからすごく、あれですね、一番ね、あれはね、昔ね、パチンコをちょっとだけしてたことがあってね、パチンコしてた時に、僕全然出てなかったんですよね。全然出てなくて、まあ、もう結構負けてたんですけど、もう今はしてないですけど、パチンコなんて。やってた時に、おばちゃん二人が俺の目の前に来て、やりましたって言ったんですよ。いや、一番めっちゃ出てないし、やりましたじゃないし、みたいな。で、あの、会った時は引き返りました。